スペースオペラ、スペースオペラはサイエンスフィクション、SF のサブジャンルの一つで、主にあるいは全体が宇宙空間で繰り広げられる騎士道物語的な宇宙活劇のことで、しばしばメロドラマ的要素が入っている。基本的な提携は、たくましいヒーローが超高速の宇宙船に乗り降戦銃を撃ちまくって、ベム、異星人、マッドサイエンティストなどを退治し、 囚われの美女を救出するというものである。スペオペと略されることもある。この呼び名は、質の悪い SF の別称として使われることがある。一方、SF のジャンル名として使われる場合もある。とは2006年のスペースオペラのアンソロジーで、何がスペースオペラなのかという一般的語彙は存在せず、最善の例となる、作家群も定まっておらず、 どの作品がスペースオペラと呼ぶにふさわしいかも定まっていないと記している。彼らはさらにスペースオペラにはその歴史を通じていくつかの鍵となる異なった定義、文学界の駆け引きに大きく影響された定義がなされてきたことを指摘した。彼らはかつてサイエンスファンタジーと呼ばれていたものが今はスペースオペラと呼ばれ、かつてのスペースオペラは忘れ去られていると主張している。 スペースオペラという用語自体は1941年、当時ファンライターだったウィルスン・タッカーが作ったもので、ファン人の記事で別称として使ったのが最初である。当時、アメリカでは連続ラジオドラマが人気となっており、石鹸製造業者がスポンサーということが多かったことから、ソープオペラと呼ばれていた。タッカーは SF 界におけるソープオペラとして、スペースオペラを定義した。すなわち、 切り刻まれ、すりつぶされ、悪臭を放つ、時代遅れの宇宙船の作り話、ハッキー、グラインディング、スティンキング、ウッドワーン、スプスシップヤーンだとした。また、それ以前から、西部劇を意味する用語として、ホースオペラという言葉があるので、舞台を、西部から、宇宙空間や、異星の惑星に移し、ガンマン、馬、拳銃、山賊など、ホースオペラの題材を、 宇宙兵士、宇宙船、光船銃、宇宙海賊といった SF 風のガジェットに置き換えたものだというようなスペースオペラという語の解釈もる。質の悪い SF をスペースオペラと呼ぶ使い方は1970年代頃まで残った。近年スペースオペラと呼ばれる作品はもともと別称だったという意味ではスペースオペラではない。1960年代から スペースオペラの新たな定義が生まれ、1970年代には、それが広く定着した。それは、ブライアン・オールディスが、アンソロジー、1974? で定義したもので、ハートウェルとクラマーの意訳によれば、古き良き、時代遅れの SF という定義である。この再定義にはすぐさま異論が出てきた。例えば、デルレイブックスを経営していた編集者のジュディン・デルリーが異論を唱え、 夫で同僚のレスター・デルリーもレビューなどで反論した。彼らの反論はスペースオペラは時代をくれではないということでデルレイ・ブックスはリーブラケットの初期作品をスペースオペラと名打って再販していた。1980年代初めにはスペースオペラは宇宙を舞台とした冒険活劇と再定義されスター・ウォーズシリーズなどの有名な大衆文化作品が スペースオペラと呼ばれるようになった。スペースオペラが SF のまともなジャンルとして認識され始めたのは1990年代初め以降のことである。ハートウェルとクラマーはスペースオペラをカラフルで劇的で壮大な SF 冒険活劇であり、適切で時に美しい文体であり、優しく勇ましい主人公とアクションが中心で比較的遠い未来と宇宙や異世界を舞台とし、 独特な楽観的トーンで描かれる。戦争、海賊行為、軍隊、極めて壮大なアクションなどを扱うことが多い。と定義している。ジャンル名よりも先行して存在していた初期作品はスペースオペラとされるにふさわしい多くの要素を含んでいた。それらを後にプロトスペースオペラと称するようになった。あまり知られていないが、 最初期のプロトスペースオペラは19世紀中頃の何人かのフランス人作家が書いている。例えば、の、カシオペア・ロプサイ、1854? や、カミー・ユフラマリオンのルーメン、1872? がある。人気を呼んだとは言えないが、ビクトリア・町末からエドワード・町にかけてもプロトスペースオペラが時折、書かれている。例えば、ギャレット・ピー・サービス、ジョージ・グリフィス、 ロバート・クロミーの作品がある。ある評論家はの The Struggle for、Am、p e e エイストリー・オブ・ザ・イヤー2236-1900を最初のスペースオペラだとしている。この小説は太陽系の地球人とシリウス星系を本性とする凶暴なヒューマノイドが星成人との戦いを描いている。ただし、この小説は1880年から1914年に かけて人気となった国粋主義的フィクションのジャンル、未来戦争フィクションから生まれたもので、世界初のスペースオペラと呼ぶことについては論を唱えるものも多い。このような初期の例はあるが、スペースオペラがアメージングストーリーズ詩などのパルプマガジンに定期的に掲載されるようになるのは1920年代末のことである。世界初のスペースオペラ映画は、 デンマークの1918である。初期の宇宙冒険活劇は異星人による地球侵略や天才発明家による宇宙船の発明といった話が多いが、純粋なスペースオペラでは宇宙旅行が当然なこととして描かれ、そのため遠い未来の話という設定である準備などを省略し、まっすぐに宇宙空間に行って大暴れする。その種の初期の小説としては、 のインベイダースフロムアウトサイド、ウィアードテイルズ1925年1月号、で、カミングスのタラのザ・コンクラー、1925、エドモンド・ハミルトンのアクロス・スペース、1926、と、衝突する太陽、ウィアードテイルズ1928年8、9月号、ジェイ・シュロース・セルのザ・セカンド・スワーム、アメージング・ストーリーズ1928、秋号と、ザ・スター・スキーラーズ、 ビアードテイルズ1929年2月号などがある。他の作家が1929年から1930年にかけて類似の小説を書いている。しばしば間のスペースオペラの父とされる作家は E.E. スミスである。諸女作宇宙のスカイラークアメージングストーリーズ1928年8から10月号を 最初の偉大なスペースオペラと言われることが多い。生漢工法を発明した科学者の物語と、エドガー・ライス・バローズ風の惑星冒険もの、あるいはサイエンス・ファンタジーとをまとめたような話ある。スミスの後のレンズマンシリーズ、エドモンド・ハミルトンのキャプテン・フューチャーシリーズ、また、ジョン・ダブキャンベルやジャック・ウィリアムスンらの1930年代から140年代に、 かけての作品は人気を呼び、他の作家もそれらを模倣した。1940年代初めには似たような作品や無節操な作品が氾濫し、一部のファンが本来の軽蔑的な意味のスペースオペラという賞を生み出すことにつながった。しかし、スペースオペラの中でも最良とされる例は高く評価されており、サブジャンルとしての再評価と復活につながっていく。 オール・アンダースニア、ゴード・ン・アル・ディクスンといった作家は950年代を通して壮大なスケールの宇宙冒険活劇を書き続け、1970年代には、エム・ジョン・ハリスニア、C.J. チェリーといった作家が続いた。その頃には、スペース・オペラという言葉は多くの読者にとって別称ではなく、単に SF 冒険物語の一種を指す用語となっていた。また、 スーパーヒーローによる冒険活撃主体のヒーローパルプやアメリカンコミックス、いわゆるアメコミにもグリーンランタン1940年を筆頭とするスペースオペラの影響を受けた宇宙や未来世界を舞台にした作品が登場するようになり一部はハミルトンら本職のスペースオペラ作家がシナリオを執筆しているキャプテンフューチャーは SF ではなくヒーローパルプだ解釈されることもある スペースオペラ風のアメコミは他のアメコミ作品とクロスオーバーしながらストーリーを展開し続けやがて本来のスペースオペラ以上のそしてアメリカ SF 全般以上の人気を博するようになった1970年代に登場したアメリカの作家ラリーニーブンのノーンスペースシリーズは質的な向上やハード SF との融合を図りニュースペースオペラあるいは モダンスペースオペラ呼ばれた。作家ポール・ジェマコーリーによれば、主にイギリスの一部の作家が1970年代にスペースオペラを再活性化させ始めたという。ただし、イギリス以外の評論家は、ニュースペースオペラをイギリスが主導したという主張には、異論を唱える傾向がある。この流れでの大きな出来事としては、M ・ジョン・ハリスンのザ・セネトリ・デバイス、1975の出版、 とコリングリーンランドが編集した1984年夏号スペースオペラの伝統を受け継いでいるスターウォーズシリーズのせいなどがある。このニュースペースオペラはサイバーパンクと同時期に発生しその影響も受けているため従来のスペースオペラよりも暗く人類の大勝利という雛形にはハマっていいし新たな科学技術を取り入れ従来のスペースオペラよりも 人物造形に力を入れている。スペースオペラからスケールの大きさを受け継いでいるが、科学的にはより厳密である。ニュースペースオペラは古いスペースオペラへの反発でもある。ニュースペースオペラを擁護するものは人物造形、文学的水準の高さ、真実性、同時代の社会問題の倫理的探求などがテーマと主張する。マコーリートレビはイアンバンクス、 スティーブン・バクスター、M ・ジョン・ハリスン、アレステア・レナルズ、ポール・ジェイ・マコリー、ケン・マクラウド、ピーター・ F、ハミルトン、ジャスティナ・ロブスンを主なニュースペースオペラ作家だとしている。日本にスペースオペラを受容させる土壌を作り上げた最大の功労者は戦後の SF 開拓期から SF 作家、翻訳家として活動し、海外 SF コレクターでもあった野田正宏である。 SFAU 群像などで紹介された海外スペースオペラ作品が日本の SF ファンの間で受け入れられる作品と重なるほどの影響力を持った。のだが直接スペースオペラを語った本として愛史のワンダーランドスペースオペラの読み方、スペースオペラの書き方宇宙、SF 冒険大活劇への試みがある。一方で銀河古事記軍団に代表される 野田説とも言われる、野田自身の作品の独特の世界は、後の多様化の第一歩だったとも言える。日本では、スペースオペラはすぐに多様化した。日本では、アメリカとは異なり、本格 SF とスペースオペラが、そして SF 全般と漫画や特撮番組が春別されたり、定義争いが生じることはほとんどなかった。まず、ビジュアル作品による人気の主導が挙げられる。 順番に挙げると、これ以前の特撮作品にも宇宙は出てくるが、スタートレックの第一作が宇宙大作戦として日本でも放映され1970年前後、アニメ宇宙戦艦ヤマト1974年はブームとなった。続いて1977年にスターウォーズ1979年の機動戦士ガンダムと続く。漫画では、 宇宙海賊キャプテンハーロック、銀河鉄道39、クイーンエメラルダスといった松本霊児の諸作品がある。小説に話を戻すと、その第一作は、スターウォーズに発奮し一気に書き上げられた、という高千穂春のクラッシャー城が1977年、そのラマ文庫に登場した。イラストが、ガンダムにも関与した安彦義和ということで話題になるなど、 レーベルのその後と共に、後のライトノベルに至る過程の通過点となった。同じ作者で1979年に始まる、ダーティペアはアニメ作品が世界的に人気となり、アメコミ版まで存在する。高千穂のこれらのシリーズは、後のライトノベルで多用される、完全一認証視点など、新しい試みもあったが、スペースオペラとしては、後の多くの作品が拡散していったのに対し、 ある意味ストレートな作品である。1980年代に入って、田中洋樹は銀河英雄伝説、1982年隊をスペースオペラ的な艦隊戦も交えながらも、宇宙や銀河系、架空の星形という舞台設定を背景とした、政治、戦略、権謀術数や人関係、権力の変遷などに重きを置いた重厚な SF 刺激として書き上げた。 これもアニメ化が銀河声優伝説という語を残すなど映像と縁が深い。1980年代の漫画作品にはマップス、本編完結は1994年などがある。また1990年代の作品であるが、例えば野尻宝介のクレギオンシリーズは作者がこの作品をスペースオペラと捉えているとしているが、他作品同様の科学的交渉もしっかりと、 入っており、ハード SF 作品にもなっている。といったように、本格、ないし変革 ?SF として通用する、スペースオペラが誕生していった。TRPG のトラベラーが日本に紹介されたのも1980年代で、ある。また、コンピュータゲームでも、アドベンチャーゲームや、ロールプレイングゲームといった物語性のあるゲームの、か、シューティングゲームでしばしば見られる。 驚異的な機動力とか力を誇る小型陶器が敵の大舞台や巨大要塞をなぎ倒していくというモチーフはスペースオペラ的であり作品内の世界の言語など多数の設定をつけ後に小説まで出版されているゼビウス以降銀河歴一万年帝国の圧勢はといったストーリー付けはよく見られるものとなったまたゼビウスに出てくるシオナイトや ボスコニアンといった名前に見られる、レンズンからの影響や、スターフォックスシリーズなど、海外スペースオペラからの影響も見られる。1990年代のビジュアル作品では、機動戦艦ナデシコが、メディアミックス作品に、サイバーナイトがある。またこの前後で挙げた小説を原作として作られた、アニメ作品も多い。一方で、ライトノベルでも SF が書かれるようになったが、 ブーム的なものに左右されやすい中で、スペースオペラも書かれており、20世紀の作品には、シリーズと、特につけているのは、タイトルとシリーズ名に、全く一致のない作品。無責任艦長タイラー、1989年代、ロストユニバース、1992年代、それゆけ、宇宙戦艦、山本洋子、1993年代、星屑英雄伝、 1996年代、バウンティハンター、ローズシリーズ、1996年代、ミリーザ・ボンバーシリーズ、1996年代、星型遊撃隊エンジェルリンクス、1998年代、カウボーイビバップ、1998年代、スカーレット・ウィザード、1999年代、などがある。1990年代には、 スペオペヒーローズというスペースオペラの世界を遊ぶための TRP g ルセットも生まれた。21世紀の作品では、トラブルシューターシェリフスターズ2000年代、デタマカ2001年代、スターシップオペレーターズ2001年代、宇宙捜査官ギガンテス2002年、ウェスタディアの総星、二2008年代、ミニスカ宇宙海賊2008年代、無限航路、 2009年代、波動鋼鉄撤回王、2011年代、などがある。評論家によっては、スペースオペラと惑星冒険者を区別している。スペースオペラには、宇宙海賊がしばしば登場することから、海洋冒険小説を宇宙に移したものであるという見方もある。どちらもエキゾチックな設定で、冒険活劇が繰り広げられるが、 スペースオペラは宇宙旅行が中心であり、惑星冒険者は地球以外の惑星が舞台である。その意味では、エドガー・ライス・バローズの火星シリーズや金星シリーズなどは惑星冒険者の初期の例とされる。火星を舞台にした SF 冒険小説火星シリーズは後のヒロイックファンタジーにも大きな影響を与えた。科学に対する態度は、ハード SF とは、 対極的である。例えば、何らかの疑似科学的な説明で、あるいはそれさえなしで、相対性理論を無視して、高速の壁を破るのはほぼ基本であった。それ以外の物理法則や、科学常識も、ストーリーの都合に合わせて何らかの最もらしい疑似、科学的な説明を入れて無視する、時にはそれすらなしで無視するなど荒い内容が、見受けられた。スペースオペラの一部は、 ミリタリー SF ともオーバーラップしており、未来の兵器を使った宇宙戦争を代々的に描くこともある。軍隊や兵器技術を真面目に描く場合もあり、中にはそのような戦争が人類に与える影響を考察する作品もあるが、多くの場合は軍事フィクションに単に SF 的装飾を施したものと言える。このような作品をミリタリースペースオペラと呼ぶこともあり、 例えば評論家、シルビア・ケルソーは LM ・ビジョルドのボルコシガン・サガをそのように評した。9号賞の長編小説部門では候補作にスペース・オペラ、あるいはそれに近い作品があるとそれが受賞することが多く、特に1982年から2002年まではその傾向が強かったと言われている。フレドリック・ブラウンの発狂した宇宙の主人公は、 頭脳明名な SF 雑誌社編集者で、ある日、突然別の時間線に転送される。そこは、スペースオペラに描かれるような世界だった。ハリー・ハリスンの宇宙ヘイブルースは、古典的スペースオペラのパロディである。メルブルックスの1987年の映画、スペースボールは、スターウォーズシリーズのパロディであり、様々なスペースオペラのキャラクターも登場している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。